エルネスト・カミッド・シボリは、イタリアのバイオリニストで作曲家。振動の誉れ高くニコロ・パガニーニに一人だけ、弟子入りを許されたバイオリニストとして、名を残しているが、その他に、レスターノや、ジャコモ・コスタ、デッレ・ピアーネにも支持した。シボリの演奏は、パガニーニ譲りの、ワクワクするほど華麗な超絶技巧で名高かった。 1827年から旅するビル・トゥ・オーゾとして演奏活動に入り、1864年まで中断なく演奏旅行を続けた。1846年にメンデルス・ゾーンの競争曲のイングランド初演を行っており、その後も1851年と1864年に放演している。また、ルイージ・ケルビーニのレクイエム第2番補担長の初演にも参加した。 フランツリストを含む同時代の主要な演奏家や作曲家と共演を果たしている。長年パリに暮らしたが、ジェノバーの地で臨終を迎えた。絞りはバイオリンの収集家でもあり、アマティアストラディバリウス、ベルゴンツラの名器を所有していたが、中でもジャンバティスト・ビオームが製造したものをパガニーニから送られて愛用した。この楽器はパガニーニの有名な イルカノーネ・グアルネリウスのほぼ完璧なレプリカだった。絞りは自分が演奏できるように多くの通俗名曲を編曲したことで知られており、その多くは別視する向きもあったものの、かなりの人気を保っている。中でも、ジョバンニ・ボッテジーニの2つのコントラバスのための二重競争曲を編曲し、戦列に変更を加えた競争的第二重奏曲が最上の例である。 絞りは、バイオリンとコントラバスの作品に書き換え、パートも書き換えて、時に二つの楽器が同時にオクターブで鳴り響くようにしている。ありがとうございます。